私は喜び、8.2 秒&ワンタッチの科学的恋愛必勝法則。ほほ、これはね、はい、あのちょっと科学の記事なんですけれども、はい、オランダの、なんていうんだかね、ラドボウド大学っていうところで実験した結果、初対面の場合ね、男性が女性を見つめれば見つめるほどその女性に興味を持つようになるらしいんですよ。で、凝視の持続時間が4秒ぐらいだったら全く興味を持ってないというか関心を持ってないんだけれども、はい、8.2 秒という次の壁、第二の壁を越えた瞬間に恋と称するものに落ちるという結果が出たんですよ。だから4秒と 8.2 秒だとたった 4.2 秒しか変わらないようだけど、ものすごく大きな差がある、うん、確かに、なんか男の人見ててもさ、もう 目つきで分かるっていうか、あの気に入った女性が入ってきた時もうこんなになって見てるのと、なんか中瀬ですあよろしくみたいな、こんな感じになるっていうか、はっきりもう正直すぎるって思うじゃないですか。でもこの実験で面白かったのは、女性の場合はそれはもう好きでも嫌いでもタイプ関係なくちゃんと凝視したりすることができるらしいんですよ、うん、男の方が失礼だってことがよく分かるんですけどあとこのワンタッチの科学的法則っていうのは、これもあの脳の研究者の池谷裕二先生って東大の先生に聞いたんですけれども、ある実験で図書館でその本を借りてもらったと。その時にその同じ司書さんなんだけれども、渡す時にもう相手に気づかれない程度ちょっとだけふって触ることをやる人とやらない人に分けて実験をしたんですよ。そしたらその終わった後に、あの触られた方の人たちがみんなその司書さんが良かったとか感じ良かったとか言って言う。で、触られなかった方は別に何もよ気がつきませんでしたみたいな感じらしいんですよ。で、それをいろいろ聞いていくと、触られたことなんでじゃあ気に入ったのって言ったら、触られたからじゃなくて、みんななんか感じが良かったからとか、優しかったからとか、笑顔が可愛かったからとか、他の理由を一生懸命見つけて後付けで言うんだけど、実は触られてたってことらしいんですよ。だからこれ合コンの必勝の法則で、よくワンタッチすることで男の人をすごい引きつけるっていうのある。特にこのここあの脇のここら辺のところをちょっと触るとすごいお前を感じさせるいいとかね、やっぱりちょっとこうワンタッチするだけで急に好感が上がるっていうことは言われてるんで、これは科学的に実証されてるらしいので、ぜひこう見つめさせて、あのワンタッチっていうのはいい、女性にとってはいいんですよ。じゃあ女性にとって恋に落ちる瞬間っていうのはどういうことかっていうのをちょっとフリップにあの書いていただいたんですけども、まずじゃあまゆまゆから。はいはい、おいに漂う香り。おいにですね。ちょっとおいにとか言うと違うの。匂いは悪い匂いじゃないんですけど、うん、こう好きになってしまう男性ってなんか引きつけられませんか。まあ、これは正しいですよね。こういう私好ましい匂いっていうのは島川さんもよくね。まあ、でも本当に匂い好きだから、はい、あの結構ね、悪臭に分類されるかもしれないのがいいんだよね。甘美な悪臭というか、言うとうまいこと言うなと思うんですけど、男性ならではのみたいな。そうそうそう、はい、だからこうちょっと汗臭いような酸っぱいような匂いだけどいいとかね、なんかこうコロンの匂いとかだけじゃなくて、でコロンの匂いと体臭が混じった時のこう醸し出すハーモニーみたいなのもありますもんね。だからこれは確かに匂いっていうのはたくさんの女性あると思います。で私はですね、はい、あの実はこう手をに例えば握られた時って、ここ握られるっていうところまでのハードルがだいぶあるんで言えないんですけど、まあちょっと触られた、まあ、手をはっきり握られたわけじゃなくて、ねえ中瀬さんってパンって叩かれた時に、このちょっと触られた時に、それこそ松田聖子じゃないけどビビってくる人と何も感じない人に分かれるんですよ。だからこのビビがあるともう急になんか惚れたみたいになるんで、あんまりみんなむやみに触らないでね、やけどするわよ、やけどするわよ。はい、それで島子さんお願いします。私やっぱりこうですよね、 8.2 秒でビビンと来てくれなくちゃだ。かなり変態じゃないですか。そうですか。でも私やっぱりね、あのジョンウォンに惚れたのもやっぱりそのこんな若くて可愛い男の子がこのおばはに来てくれるわけないなと思っていたら、ジョンウォンの方からそのお布団の方に行きましょうと誘ってくれたから、ああいやー、でもあんなあのこんな可愛い男の子にあんないいもんがついてるとは思わなかったね、本当ね。 8.2 秒かかんなかったんじゃないですか。長生きはするもんじゃなんか立ってから恋に落ちるっていうのもよくわからない。、まあ、あんまり参考になりませんでしたが、そういうことでございます。はい、はい、中瀬さんありがとうございました、はい。